お隣韓国さんが誇る世界で最初にサービスを開始した 5G ですが、中国から偽の 5G だと伝えられたようです。記事とネットの反応を見てみましょう。中国のテクノロジー系ニュースサイトの開花儀は24日、何？韓国で600万人以上が1年以上使っていたのは偽の 5G？ とする記事を掲載した。記事は、2019年4月、韓国の通信事業者は 5G 商用を発表し、世界で初めて 5G を商用化した国となった。しかも、時差を利用して、米国の事業者より数時間先行し、米国の事業者を憤懣やる方なくさせた。だが、今では韓国のメディア自身が、韓国がこの1年使用していたのは偽の 5G だと伝えているとした。その上で、韓国紙コリアヘラルドが業界関係者の話として伝えたところによると、韓国の商用 5G の通信速度は 4G LTE の3から4倍でしかなく、使用しているのは 4G と 3.5GHz 帯であり、本当の意味での 5G ではない。真の 5G とは 28GHz 帯のことで、その通信速度は 4G LTE の20倍に達すると説明。韓国サムスン電子のフラッグシップスマートフォンギャラクシー S20 は 5G 対応と称しているが、韓国で販売されている S20 は 28GHz 帯をサポートしていないとした。記事は、韓国の通信事業者は 28GHz 帯を使用するサービスを今年下半期に商用化する方針だった。だが、新型コロナウイルス感染拡大などにより当初の計画よりも遅れることになりそうだと伝えた。韓国政府が公表しているデータによると、韓国の今年4月末時点の 5G 加入者数は634万となっているという。それではネットの反応です。世界初のためにだ、世界で最初に商用化した偽の 5G でよかったね、誇らしいじゃないか。偽 5G なら一部で噂になってる人体への悪影響はないだろう。よかったじゃないか。ようわからんのだけど、今になって新たに判明した事実でもないんでしょ。サービス開始した時点で誰もこれは真の 5G ではないと言わなかったんか。用語の狭い定義、広い定義の違いをつついてるのか、それとも中国発の新しい本当の 5G に切り替えましょうキャンペーンの一環かな。 5G 開始して1、2ヶ月くらいに通信速度検証して現行の 4G より遅い、詐欺じゃないかって出てたのは見たことある。初めから知っていましたよ。今さら何を言ってんだ。結構前から言われてたことじゃん。こんなん日本だと最初から情報サイトに載ってそうだけど、あちらって情報サイトとかないんだろうかね。 IT 大国とか言ってんだからそういうのありそうな感じなんだけど、一応まだかろうじてブルーチーム側の国家だから勘違いしがちだけど、韓国は普通に検閲とかあるから。韓国でも技術に詳しい人間は明らかに遅いと言ってたしな。それにしても 5G の帯域すらカバーしてなかったとか、これダメだろ、完全な詐欺だろ、 5G にだ。ということで本当に今更って感じですね。普通に当時から遅いとか繋がらないとかって話はたくさん出ていましたよね。4G に戻してほしいといった声もすごく多かったように思います。そして、どうなったのか続報がないのでわかりませんが、集団訴訟といった話もありました。Twitter 広告とかでよく 5G だとか言って、Galaxy の広告が載ってますが、日本で発売されてる Galaxy はどうなんでしょうね。まあ、私は Galaxy を買うことはないので関係ないのですが、今使ってるのがエクスペリアで、そろそろ買い替えたいなぁと思ってるんですが、今の時期だと 5G はちょっと気になります。とはいえ私の地域だと 5G は夏以降予定になってるし、まだまだサービスエリアが狭いので電池交換してもう少し我慢した方がいいかなぁといった感じでちょっと悩んでます。それにしても韓国産の 5G が遅いとか偽物って話は前々からありましたが、そもそも
最新機種でも 28GHz 帯をサポートしていないっていうのは、さすがですよね。しかも、確か Galaxy S20 って、値段が高いことで有名でしたよね。そして、売れ行きも悪いとの話もありましたが、今の時期に偽 5G しか使えない高額スマホを買わされた人は本当にショックでしょうね。そんなことを考えると、最新機種とか新しいもの好きな人は、来年くらいまでスマホを買い替えるのは、控えた方がいいかもしれませんね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。